2011年女子ワールドカップドイツ大会、準々決勝ドイツ戦、延長後半3分に澤穂希のアシストにより、途中出場の丸山が決勝ゴール。準決勝にも勝利し、強豪アメリカとの決勝戦に駒を進めた。決勝アメリカ戦。澤穂希は日本女子サッカーのレジェンドとして、自身5度目となるワールドカップで初めて決勝に駒を進めた。この時のなでしこジャパンのメンバーは、澤の他に、長里勇希、大野忍、川澄奈穂美、三山彩、坂口瑞穂、熊谷咲、海堀歩美ら強力なメンバーが揃っていた。アメリカはワンバックを中心に前半から猛攻を仕掛けた。澤は守備に追われ、日本は防戦一方の展開となった。前半は運にも助けられ0対0だった。後半、後半もアメリカのチャンスが続く。ワンバックのダイビングヘッドを大会優秀選手に選出された海堀がスーパーセーブ。後半24分、カウンターから俊足モーガンがスーパーゴール。中央突破で崩され、意気消沈しかかったチームに澤が、諦めるな、行こうと奮い立たせた。後半36分、右サイドに切り込んだ長里から途中出場の丸山へ、最後は三山が押し込み、日本は同点に追いついた。延長戦へ突入。アメリカの攻めの姿勢は続いた。延長前半14分、ワンバックがゴール。最悪のタイミングでの失点だった。延長後半、澤のパスからサイドバック金田が攻撃参加し、コーナーキックを獲得。相手ゴールキーパーが負傷の間にニアに飛び込む作戦を立てた。延長後半12分、澤のスーパーゴールで2対2の同点。作戦通りの美しいゴールだった。アメリカの終盤の猛攻を岩清水が人生初のレッドカードで防いだ。試合終了間際の最後のフリーキック、日本は懸命に守った。最後まで集中を切らさず、コーナーキックを防ごうとした澤のこのプレーを忘れてはいけない。試合終了、 PK 戦へ突入した。ゴールキーパー海堀が2人をセーブする大活躍。4人目の熊谷が豪快に決め、ワールドカップ初優勝を決めた。最後までご視聴ありがとうございました。他にも、サッカー選手の幼少期から引退までの全てのプレーをダイジェストにまとめた動画など、多数アップしております。お時間あるときに見ていただけたらと思います。それでは。